ジョッシュア・エイブラハム・ノートンは19世紀のアメリカに実在した大井戦勝者。自身を皇帝ノートン一世と称し、さらには当時アメリカと敵対状態にあったメキシコの保護者として定位請求を行った。イギリス生まれのイングランド人で南アフリカで幼少期を過ごした資産家の子息であった。彼は1849年に サンフランシスコに邸宅を購入して、アメリカに移り住み、父親から受け継いだ遺産4万ドルを運用して一、財を作った。成功した、実業家として、裕福な生活を送っていたが、ペルーマイの陶器に失敗して破産したことを契機に、正気を失ったとされている。彼の行為は、打算や野心ではなく、狂気に陥ったことによるものだと考えられるが、 彼の皇帝として要求した内容は、恩和なものであり、実際に、先進的で価値のある発想が多く含まれていた。特に、サンフランシスコに架かる大橋とトンネルの建設という、アイデアは後に実現されている。当時全くの無名で、前歴も不明であった人物の大胆な転移請求は、真剣にこそ受け取られなかったが、次第に、 サンフランシスコの市民たちの間で知られた存在となっていった。多くの人は君主制には賛同しなかったが皇帝直霊に親しみ、恩和で平和的な人格から市民にとって愛すべき著名人として敬愛された。晩年には本当にノートンが王族の楽園や末裔なのではないかと考えるものも現れるほどで市民による葬儀には3万人の群衆が詰めかけた。 ノートンの出生地はイングランドであるということ以外、明確な証明を持たない。様々な論者が、テルフォードなど彼の出身地と考えられる場所に言及しているが、資料によって異なる見解が示されている。同様に、青年月日も明確な記録はなく、サンフランシスコの新聞、サンフランシスコクロニクルに掲載された彼の追悼文では、彼の青年に関する、 最も頼りになる情報は、棺についていた銀のプレートにおよそ65歳没と刻まれていたことのみであるとしている。その場合、彼は1814年生まれということになるが、1819年2月4日にロンドンで生まれたとする記録も残っている。幼少期を南アフリカのイギリス植民地で過ごしたことは、戦術したが、 移住時の滞在許可証には1818 18年生まれと書かれている。またこの登録によれば、父はジョン・ノートン、母はサラ・ノートンと記録されている。サラは裕福なユダヤ商人、エイブラハム・ノーデンの娘であった。1849年に、父親から4万ドル相当の資産を受け継ぎ、アメリカ西海岸のサンフランシスコに移住して、 不動産への投資を始めた。彼の事業は目覚ましい成功を収め、1850年代前半には総資産は5倍以上の25万ドルにまで膨れ上がっていた。1850年代、中国が基金により前の輸出を禁止した影響で、サンフランシスコの米価格は1キロあたり9セントから79セントまで高騰した。これを正規と見た、彼はペルーから、 輸入途中にあった20万ポンドの米を1キロにつき12セントで、すべて、買い占め、値段をさらに釣り上げて売りさばく準備を整えた。これが成功していれば、巨万の富が流れ込んでいたはずだったが、不幸にも、商品を売り抜ける前に、他の輸入米がサンフランシスコに輸出され、米の値段は3セントにまで暴落してしまった。ノートンは諦めずに、米商人に対して、 事前の予測に対する責任を求め、契約破棄を要求した。1853年から1857年の4年間に、わたって、米商人への訴訟と裁判が行われ、カリフォルニア最高裁判所にまで持ち込まれた裁判は、ノートンの敗訴であった。負債と裁判費用で全資産を失い、不動産のほとんどの競売に出されたノートンは1858年に、 破産宣告を出した。この一件でノートンは邸宅を去って行方不明になり、次第に正気を失ったものと考えられている。新聞に掲載された皇帝宣言についての記事、異様な人物による愉快犯として扱われている。失踪してから一年後、後年の彼が述べるところの自発的亡命を終えて、 サンフランシスコに舞い戻ったノートンは唐突な行動を起こした。彼は合衆国の政治体制に著しい不備があると考え、それを絶対君主制の導入によって解決するという信念にとらわれていた。そして彼は自らがその旗印として定位請求者にならんと決意したのである。1859年9月17日、彼は サンフランシスコの新聞各社に手紙を送り、下記のように合衆国皇帝たることを宣伝した。即位宣言はいたずらとして正当な扱いを受けなかったが、声明を受け取った新聞社の一つであるサンフランシスココール紙がジョークとして皇帝宣言を掲載した新聞を発行した。ここから現在まで語り継がれる21年間にわたる帝都、 サンフランシスコを拠点にした、合衆国、皇帝ノートに一世の定位請求が始められた。大多数の合衆国市民の混成により、希望本なるアルゴアワンより来たりて、過去9年と10ヶ月の間サンフランシスコにありし、あまり、ジョシュア・ノートンは、この合衆国の皇帝たることを自ら宣言し、布告す。合衆国皇帝ノートン一世後に、ノートン一世は、 請求称号に、メキシコの保護者を追加した。ノートンが発した直令の一部の音日一は主に、サンフランシスコの日韓市場に、数多くの国事に関する、直令を当初として送りつけ、これを定位請求における主要な活動とした。絶対君主制に移行したアメリカ合衆国においては、皇帝による申請が行われる必要があり、議会制度は廃止されるべきであるとして、 ノートン一世は1859年10月12日をもってアメリカ合衆国議会の解散を命令した。差術と腐敗のゆえに、政党で適切な民衆の意思の表明が妨げられている。法律に対する公然たる違反が、徒党、政党、政治結社、そして派閥によって繰り返しそそのかされている。そのため、市民個人の人間性も、 その所有物も、どちらもふさわしい保護を受けていない。彼が特に強調したのは、議会制への憲法感であり、関心を持つ民衆は罪悪を克服するため、サンフランシスコのプラッツオンダク堂に1860年2月に集合することを求めている。この直令は、無本を起こした、ワシントンの政治家たちによって目殺された。もっと厳しい措置が必要と考えた。 ノートに一世は1860年1月、新たな皇帝直令を発して、帝国軍に反乱者を一掃するよう命じた。自らを、議会と称する、反逆者がワシントンにおいて会合する事実は、明らかに昨年10月12日の、議会の解散を命ずる皇帝直令に、違反せり。我が帝国の名誉のため、この直令に対し厳格なる復讐あらざるべからず、 かかるゆえにあまりは、帝国陸軍司令官ウィンフィールド・スコット少将に、対し、直ちに議会を制圧せんことを強く命ずる。しかし、帝国陸軍は、直令を無視し、実務は議会に委ねられ続けた。ノートン一世の知性は、共和制と立憲君主制による、議会統治の双方を否定し、彼らと対峙することに費やされた。1860年には、 連邦制の廃止と結社の禁止を直令により宣言した。議会主義者たちとの戦いは皇帝としての生涯を通じてやむことがなかった。彼はいやいやながらではあるものの次第に議会の活動継続を許すようになっていった。しかし不服従な議会の挑戦を受けていつもくすぶっているこの対立に対するノートンの対抗手段は先鋭化していった。 1869年8月4日ノートンは皇帝直令によって無造作に民主・共和両党の廃止を宣言した。ノートン一世は南北戦争の時期合衆国国民の間で起こった多くの醜い争いを解決することを希望して、1862年にはプロテスタントとカトリックの全教会に対し彼を皇帝に任命するよう命令した。また、 皇帝の御座所であるサンフランシスコをフリスコと略して呼ぶことは敬意の欠如を表しているとして、ノートン一世は以下のような有料を示す直書を発した。言語的にも、その他にも、いかなる意味も持たない、フリスコなる嫌悪すべき概念を用いるものはすべて、この強い警告以降、この語を使用した現場を取り押さえられた場合、重篤な語用の角を持って、 帝国の国庫に対する25ドルの罰金を徴収さるべきこと。ベイブリッジの建設計画におけるノートンの役割を称え、1939年に設置された記念日。現在はサンフランシスコトランスベイターミナルに展示されている。彼の直令を調べることでノートンの精神状態を推測しようとするいくつかの試みがあったが、彼は 統合失調症であったと考えられている。この精神状態には、しばしば古代妄想が観察されるためである。また、ノートンは破産後、うつ状態に陥り、架空の世界における生活を通じて、それを乗り越えたと考えることもできる。彼の行動は、双極性障害の相状態によく当てはまる。しかし、彼が医学的に完全に健康であったと考えることも、 また不可能ではない。彼の卑怯な振る舞いにもかかわらず、また実際の精神状態とも無関係に、忘れてはならないのはノートンが時として予見的発想を示しており、皇帝直令は少なからず彼の視野の広さを示しているということである。国際連盟の設立を命じたり宗教、宗派間の紛争を禁じたりする指示に、それが現れている。 さらには、彼はしばしば、オークランドとサンフランシスコを結ぶ喧嘩式橋梁の建設を命じており、後の発言には、当局が、その命令に不服従であることに対する苛立ちが強く、示されている。チンが命じたことについて、サンフランシスコの市民は、オークランドの佳橋計画及び、水道建設計画検討の資金を準備し、 どちらの計画がより優れたるかを決定すべし。当時の市民は、当命令を無視しており、陳は、我が権威を、権事先が、ため、核のごとく命令する。彼らが、なおも陳に逆らう場合、陸軍は、両議会議員を逮捕すべし。巨名漁事百8 7 2年9月17日、サンフランシスコ佳境は、彼の死後になって実行された。 サンフランシスコとオークランドを結ぶサンフランシスコオークランドベイブリッジの建設は1933年に始まり1936年に完成したプレシディオ陸軍駐屯地の将校から譲られた金モール付きの青い凝った軍服をまといビーバーの革製シルクハットに羽飾りを刺し勲章をつけてノートンは 彼が支配下にあると考えるサンフランシスコの街路を頻繁に視察に訪れた。好んで携えたステッキや傘などを装っていたが、サンフランシスコの街路を巡りながら彼は歩道やケーブルカーの状態、公共施設の修理の進行状況や警官の振る舞いや身だしなみに気を配った。彼は、 個人的に彼の、新民のことを気にかけ、様々なテーマについて、哲学的な談義を、長々と垂れるのを好んだ。サンフランシスコでは1860年代から70年代に、かけて、低賃金で働いて、雇用を奪う中国系住民に対する白人市民の、デモが市内の最も貧しい地域でしばしば行われたが、それらは、至るところで流血の事態に発展した。 ある時、このようなデモの一つに、皇帝ノートン一世が居合わせ、ボートたちとン地を受けそうになっている、中国系住民たちの間に立っていた。彼は頭を垂れ、何度も、主の祈りを口ずさんでいたが、それを聞いたボートたちは恥じて解散してしまったと、言われている。1867年、アーマンド・バービアという警官がノートンを捕らえ、彼の意に反して、 精神病の治療を受けさせようとしたとき、騒動が持ち上がった。この逮捕は、サンフランシスコの市民と新聞による強い抗議を引き起こしたのである。警察署長、パトリック・クローリーはすぐに対応し、ノートンを釈放して、警察として公式に謝罪した。ノートンは、寛大にもこの若い警官バービアによる、大逆罪に、特赦を下した。この騒動以降、 警官たちは、通りで、皇帝に会った時は敬礼するようになった。ノートン一世の、帝国政府発行の10ドル国際大衆は、公然と、皇帝、ノートンを敬愛していた。ほとんど金を持たなかったにもかかわらず、彼は、しばしば最上級のレストランで食事を取り、そこのオーナーは、合衆国皇帝ノートン一世陛下御用達と、刻んだブロンズのプレートを、 レストランの玄関に飾った。ノートンはこのような見栄を張ることを許しており、このプレートは実際にレストランの売り上げに寄与したという人もいる。セントラルパシフィック鉄道は食堂車で食事をした皇帝に支払いを請求したために不況を買い、直例によって営業停止命令を受けた。多くの市民が皇帝を支持し反響に驚いた鉄道会社は彼に 金色の就寝無料パスを法定して謝罪した。ノートン一世の地位には、実際に公式な承認の細かい記録がある。1870年の国勢調査の統計表において彼は、ジョシュア・ノートン、住所、コマーシャル・ストリート624番地、職業、皇帝と記されている。彼はまた少額の負債の支払いのために、 独自の紙幣を発行しており、それは地域経済において完全に承認されていた。この紙幣は50セントから5ドルまでの額面で発行されていたが、今日のオークションではその希少価値のため1000ドルを超える値がついている。サンフランシスコ市はその権力者に名誉を与え経緯を表した。その軍服が古びてくると、 死当局は盛大な儀式と共に新品を買うのに足りる文を支出した。その見返りに皇帝は勘定を送り終身貴族特許状を発行した。雑種券ラザルスの葬儀を教皇の姿で執り行うノートン一世の姿を描いたエドワード・ジャンプの風刺画。当時の様々な著名人が列席者として描かれており、墓穴を掘っているのは ジョージ・ワシントン2世を自称していたフレデリック・クームス・ノートン及びラザルスとブマーを描いたエドワード・ジャンプの風刺がスリー・バーマーと題されたこの絵を見たノートンは激怒し絵が飾られているショーウィンドウを杖で激しく叩いた晩年には彼はしばしばいろいろな噂や憶測の的になったよく囁ささかれた噂の一つに彼は 本当は、ナポレオン三世の子で、表向き南アフリカ出身ということになっているのは、追求を交わすためだ、というものがある。別の噂ではノートンは、ビクトリア・女王と結婚しようとしているというものがあったが、彼は、女王と幾度か手紙を交わしたことがあって、それによって、彼女に忠告を与えていたのである。最後に、ノートンは、本当は、 大金持ちだが貧民に対する同情の念から貧しさを装っているという噂もあった。また、メディアや作家たちも好んでノートンの風評を書き立てた。いくつかの偽、直例が新聞に掲載されている。これらの新聞の編集者たちは少なくともいくつかの直例をそれらしい内容で偽造したのではないかと疑われている。 サンフランシスコ私立博物館は本物だと証明されたすべての皇帝直令のリストを所蔵している。ノートンは2匹のお供の雑種犬ラザルスとブマーを連れ、劇場の貴賓席に現れていたというものもあるが、現在では2匹の犬と皇帝の関係はほとんどなかったと考えられている。当時の人気者であった皇帝と2匹の犬を関連づける記述は、 当時の新聞記事には掲載されていない。画家エドワード・ジャンプが描いた、ラザルスの葬儀をノートンが取り仕切っているものもあるが、事実ではない。ノートン自身は、ラザルスとブマー、そして、ノートンが描かれたジャンプの絵を見て激怒し、絵が飾られていた、ショーウィンドウを杖で叩いたことがある。1880年1月8日の晩。 ノートに一世は科学アカデミーでの講演に向かう途中で倒れた。警官が大急ぎで馬車に救援を要請し病院に運んだが馬車が病院に着く前に息を引き取った。翌日サンフランシスコクロニクルはレロワ・エスト・モーというフランス語の見出しで一面に追悼文を載せた。記事の雰囲気は悲しみと敬意に溢れたものだった。 ミスボらしい敷石の上で、月のない暗い夜、しのつく、雨の中で、神の恩寵を厚き合衆国皇帝にして、メキシコの被護者、ノートミ一世陛下が放御された。サンフランシスコのもう一つの主要詩、モーニングコールはほとんどおなじみ出しで社説に、神の恩寵を厚き合衆国皇帝にして、メキシコの保護者、ノートミ一世陛下が、放御と掲載した。 皇帝法御は遠く州外にまで報じられ、ニューヨークタイムスは、彼は誰も殺さず、誰からも奪わず、誰も追放しなかった。彼と同じ称号を持つ人物で、この点で、彼に立ち勝る者は一人もいないと評する、追悼記事を掲載した。ノートン一世は、貧窮の中で没した。死去した、最の彼の持ち物は、持っていた5から6ドルの現金とコマーシャルストリートの、 下宿の部屋の創作で見つかった2.5ドルの他は、散歩用ステッキのコレクション、ビクトリア・女王と交わした、所管、1098,235株の無価値な、金山の株式だけだった。ノートン一世が残したものでは、貧民墓地への埋葬がやっとなのは、明らかだったので、ビジネスマンたちの集まり、パシフィッククラブは荘厳な、体操を営むための資金集めを始め、 最後には大規模で厳粛、荘厳な早々の式典ができるだけの資金が集まった。すべての階層の人々が皇帝に敬意を表した。資本家から貧民まで、商店主から泥棒まで、身なりの良いご婦人からやしい出自だと見た目でわかる、者たちまでと誰もが皇帝との別れを惜しんだ。三万人もの人々が、棺が、 墓地に運ばれた時に柿をなし、棺に続く葬列は2マイルに及んだといくつかの記録に残されている。ノートン一世は最初、サンフランシスコのフリーメイソン墓地に葬られた。1934年、ノートン一世の遺骨は改装され、彼は今、カリフォルニア州コルマのウッドローン墓地に埋葬されている。墓石には、ノートン一世、合衆国皇帝、 メキシコの被護者と刻まれている。1980年にサンフランシスコではノートン一世の死後100年を記念するいくつもの式典が開かれた。ノートンの物語はニール・ゲーマンによるグラフィックノベルサンドマンのエピソードの一つ、3度の9月と一度の1月に登場する。この物語はシリーズの第6集 ザ・ザントマン、フェーブルズリフレクションズに収録されている。ロバート・シルバーバーグの短編小説、真夜中の宮殿は、最終戦争後のカリフォルニア州にあるサンフランシスコの帝国を描いており、そこを統治する皇帝はノートン七世という名前になっている。ノートン皇帝とその愛犬ブマー、ラザルスは、バーバラ・ハンブリーのスタートレックもののオリジナル小説。 イシュマエルの中にもちらりと登場する。クリストファー・ムーアの長編小説、地に植えた悪霊には、不死とおぼしきノートンが、現代のサンフランシスコに現れる。漫画、ラッキー・ルークの57巻には、アメリカの皇帝というタイトルの回があり、細部が、ノートン皇帝に捧げられている。疑似宗教のディスコルディアでは、ノートンは実在した人間のうちでは最高の、 霊的段階にある第二位の聖者とされている。聖典、不調和言論の記述にはサンフランシスコのジョシュア・ノートンに関する標語がある。誰もがミッキーマウスを理解する。ヘルマンヘッセをわずかの人が理解する。ほんの一握りの人がアルベルト・アインシュタインを理解する。そしてノートン皇帝を理解する者は一人もいない。サンフランシスコのチョコレート会社。 ギラデリは2本のバナナと1つ紙のナッツが入ったノートン皇帝アイスを販売している。英語でバナナとナッツは口語で頭のおかしい人という意味になるためノートン皇帝の変わった性格と重ね合わせている。インディーズレーベル、エンペラー、ノートンレコーズもノートンから取られている。一連のややシュールなソフトと娯楽用ソフトにも エンペラー・ノートン・ユーティリティーズという名前がついている。この名前はまた、このソフト州、ノートン・ユーティリティーズを作ったのが、ピーター・ノートンだということもついでに思い出させる。ノートン、皇帝は1993年、サンフランシスコで開かれた、世界 SF 大会に寄品として招かれた。この時彼が現れるために、当地の印象深いファンが霊媒を務めている。 演ニをモリコーネが、ノートンの人生を描いたオペラもあり、ウェストベイオペラカンパニーによって1990年秋にサンフランシスコで上演されるなどしている。スミス、フレッド、エンペラー、ジョシュア・ノートン・アイ・オブ・アメリカ。BBC、2007年4月15日閲覧。ハンセン、グラディス、サンフランシスコ・アルマナック、サンフランシスコ。 クロニクルブックス、ISBN0 から811808416、カー、パトリシア・ E、エンペラー・ノートン・アイ、ザ・ベネボレント。ディクテーター・ビ・ラブド・アンド・オーナード・バイ・サン・フランシス・カンズ、ツー・ディス・デー。アメリカン・ヒストリー・イラストレーテッド・10。 1 4 2 0 h t t p w w w m o l o s s i a o r g n o t o n h t m l ウィ e クスデビッド・ジェ a ムズジェイミ i e c c e n t r i c a study of sanity and strangeness.new york, 古壇者グローブピアニッシモ ,3-4,ISBN1 から 568361564,AB ヘラル スザンヌ・エンペラー。ノートン、エスネームメイエットスパンザベイ。ザ、サンフランシスコクロニクル、http コロンスラッシュスラッシュ www.sfgate.com スラッシュ cgi-bin スラッシュ article.cgi?f="c.a.2004-12-15 スフェスープス」tmp2007 年4月17日閲覧。 abcdfgh e モイラン、ピーター、エンサイクロペディアオブサンフランシスコ、エンペラーノートン。サンフランシスコミュージアムヒストリカルソサエティ。2007年2月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年4月17日閲覧。レロワエストモ。 サンフランシスコクロニクル http コロンスラッシュスラッシュ www.zpub.com スラッシュ sf スラッシュヒストリースラッシュ nort3.html2006 年9月19日閲覧 ?abcd 公安、ロバート、ノートン・アイ・エンペラー・オブ・ザ・ユナイテッド・ステーツ・アンド、プロテクター・オブ・メキシコ、クォータリー、オブ・ザ、 カリフォルニア Society, ・ヒストリカル・ソサエティ、h t t p w w w e m p e r o r n o r t o n n e t n o r t o n i c o w a n h t m l 2 0 0 6年9月18日閲覧ドローリー、ウィリアム、ノートン・アイ、エンペラー・オブ・ザ・ユナイテッド・ステーツ、ニューヨーク、ドッド。 ミードカンパニー、ISBN0 から396085091、デカーズ、ヘーゼル、サザン、アフリカジュイッシュジーニアロジー SA シグ。2009年9月17日閲覧。ルイズ・ブイ・ノートン、4キャル、355、カール・ノールティ、エンペラー・ノートン、ゼイニスト・ SF ・ストリート・キャラクター。サンフランシスコ・クロニクル。 http コロンスラッシュスラッシュ www.sfgate.com スラッシュ cgi-bin スラッシュ article.cgi f ca2009-09-17-019-NGBL DTL ハットオステラルジョーマイクマルナッチマークモランマークスキュアマングレッグビショップウィアードカリフォルニア You are Travel Guide to California, S Local Regions and Best Kept Secret, New York, Starling Publishing, P102, ISBN1 から 402733844Gazes, Sucks, Joel, H.E. Abolishes Congress.2007 年4月24日閲覧。A.B.Gazes, Sucks, Joel, The Procrimations of Nought Night.2007 年4月25日閲覧。 ガゼズ・サックス、ジョエル、H.E. コールズ、オン・ザ・アーミー。2007年4月24日閲覧。A.B.C. マルコム・イー・バーカー、バマーラザロ、ザ・トゥルース当時のサンフランシスコで著名であった2匹の、野良犬。1863年、ラザルスが消防車に轢かれて死んだ時には当局によって、服務期間が設定された。ブマーが死んだマーク・トウェインはその墓として、 年月を重ね、名誉を重ね、病を重ね、そしてしらみを重ねたと書いた。エンペラーのートン、フューネラル・オブ・ラザロ、ハット・エンサイクロペディア・オブ・サンフランシスコ・アーカイブド2007年8月8日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、エンサイクロペディア・オブ・サンフランシスコ・ラザルスとブマーノ、項目マルコム・イーバーカー執筆、エンサイクロペディア・オブ・サンフランシスコ・アーカイブド2007年2月23日、 アット・ザ・ウェイ・バック・マシンエンサイクロペディア・オブ・サンフランシスコ・ジョシュア・ノートンの項目執筆ピーター・モイランありがとうございます